はい、なんとスカンクラジオ110回目でございます。はい、長々続いております。続いております。では110回目記念、ジャンキーワルツのファーストアルバム、これはですね、いろんな音楽雑誌などで、はい、メジャー誌でも、メジャー誌で、レビューが載って好評のような、はい、大変ありがたいことですね。の、ジャンキーワルツのファーストアルバム、カウンターフェイトジャスティスよりミュージック。では今日の、はい、今日の DVD、 今週の DVD はボーリングフォーホロー、コロンバイン、ボーリングフォーコロンバイン、どんな意味ですか？ボーリングってなんやろね、コロンバイン高校で銃乱射した時のお話だね。なんでボーリングフォーコロンバインなんですか？ボーリングっていうのがなんかその意味があるよね。あ、実際ね、弱いんであれですけど、あれですよ、その銃乱射者、いや容疑者ですね、はい、容疑者がその事件に及ぶ前直前にやっていたことがボーリングなんですよ、うん、なんですけど、なんでそこにそのボーリングに執着するかっていうのはちょっとよくわからなかったです。最初と最後でやたらボーリングするんですけど、うんうん、そこはキャッチーなのかな。でもあれはね、このコロンバイン高校の話がさ、うん、残念ながら最近どっかの大、もう一個アメリカの大学でさ、うん、もっと派手なことをしようったバカがおるもんで、うん、ちょっと風化してしまってるんやけど、うん、まあなかなかなくならない ね、うん、ねで、これはあれやでね、アメリカの銃社会ただね、どこまでこのボーリング・フォー・コロンバインっていう映画、はい、映像が作ってるのかどうかっていうのがちょっと分かりづらいのよ。どこが分かりづらいかというと、ライフル協会の名誉会長だっけ、はい、あの人、名前忘れちゃったんだけど、猿の惑星の主演やってた人ですよ、はいはい、あの人がやってんのね、はい、なんで出てくるんだけども、その人の言ってることがすごくこう高派的な
ちょっとこうマッチョ的な感じの、まあいかに、まあ、いかにもアメリカの人なんで、あのマッチョ的な感じのちょっと言動なんですよ。あの、まあ、しょうがないよね、うん、でもあるライフル協会はそう、ね、とは言うもののある程度そうは言ってもあのちょっと抑え気味には話してるん、うん、では抑え話してるんだけど、でもねだいぶねアメリカンっていうかね、あだってタカ派の人の言葉ってさ、もうタカ派というかね、あのもうマッチ平たく言ったら、うん、だあの敵は殺せやでね、もうなんつうんかね、もう鳩胸のタカ派って感じやね、うん、それぐらいあのなんかいいのかなっていう事態なんやけど、うん、でそれがその人が出てくるのね、で明らかにそのネガティブなイメージとしてそこの映画の中では登場するのよ、はい、でそれに対してこれってもうノーと言わないのかっていうところね、そう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 、自分のイメージとしてはマイナスじゃないかなって思うんだけど、あでも高派の人の主張っていうのは世間的にマイナスっていうような評価をされてもあの人らの中ではプラスなんで、うん、だって自分たちの主張はそのまんまやでね、うん、だからけどこれでまだ言い足りないぐらいと思ってるじゃないか、これでイエスっていうのがなかなか言いづらいんではないかなという気はするんだけど、でも出てんのね、だから本人たちの主張をしたいっていうんだったらそれはそれでいいんだけど、けどこれ単なるインタビューじゃないじゃんね、一応映画っていうか、うん、残るものとして作ってる時にそういうことって言っちゃえるのかなっていうのがちょっと疑問は残るのよ、だから作ってるかもしれないので、うん、要するに自分はそれを演じてる、もちろんその中に8割方の、うん、自分の意思には沿ってるけれども、そう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 、不利であるっていうとこね、でだけどもこの中ではこのボーリング・フォー・コロンバインというドキュメンタリー映画の中ではこの役柄を演じてくださいというふうにして出てきてるのかなというふうにも見えなくもない、うんうん、というのはそれに対応するマイケル・ムーアがちょっとあまりにも芝居がかってるって言ってはへんけど情緒的な動きを後からしてるので、うん、だからそこは先導してるとこがあるよね、うん、だからちょっとどうかなって思うところはある、うん、あでこれを見たのも、先週に引き続きドキュメンタリーっていうよりも手前の出てくるドキュメンタリーっていうのはどんな感じかなっていうのを勉強するためです、はい、別にボーリング・フォー・コロンバインっていうのに、はい、要するに銃社会に対する警笛を鳴らすとか、うん、いかがなものかということに対して、興味があって見たわけではないことはないんやけれども、はい、なぜかというならば、マイケル・ムーアさんの作った中でどれを見るかというので選びました、これを、はい、歌詞911は選ばなかったよね、なぜならば、あまりにもブッシュ憎しっていうのが見えすぎてしまっているので、あ、はい、ちょっと主張が強すぎやで、個人的な主張が、そうでブッシュ憎しというのであれば、そのなぜ憎しであるのかというところの周辺のことも考えていかなくてはいけないんだけど、単にブッシュ大統領っていう人がなんかあのいけすかねえっていうふうにしか、あ個人的にやつが嫌いとかっていうんじゃないんだけども、ちょっと本当はその裏にあるこう企業であったり企業の要は儲け主義的なところが実は政府を利用しっていうのに政府を利用しようとしている、ライス国務長官たちも含めて、うん、っていうところが見えてるからノーだいかがなものだって言ってるっていう風になるんだったらいいんだけど、どうもそういう風になっていかないように見えたので、あの感情的な感じが多いね、うん、だからブッシュが出てをターゲットにしているように、だから今度の執行にされてそうなんだけど、あのブッシュをターゲットにしているのはちょっと僕は見るのは先をかなと思ったんです、一応考えてるんですよ、はい、うん、でそうじゃない時のって言ったらこれがいいかなと、そうやね、先週は食文化やし今週は銃社会に対してやで、うん、でまあ個人的なその思想とかっていうのが入りづらくて、そういいかなっていう感じはあるね、うん、でこれもあれですよ、カメラ誰回してんのかと、はい、これがやはりそこですよ、そしたらですね、はい、他の人が回してましたよやっぱり、うん、問題はすぐ解決しました、やはりそうやったと、やはりそうだったと、ってことはもう
公式はやはり合っていたと。合ってますね。そしてカメラは別で用立てろと、はい、人は2人はいるぜと、はい、いうことが分かりました、はい、うん、どうしようまあ誰かに撮ってもらうしかないね。そうですな。もしくは誰かに喋らせるしかないね。だからその意図を持って話したりしてインタビューしてくれればいいんだけど、まあ、大抵の場合はそうはならないんで、なかなか難しいところやね。あの作り手がの視点っていうのが僕が一番欲しいの、うん、何にしてもドキュメント今回 の, その、まあ、一応やることになってるネットテレビでも、はい、作り手の視点っていうのがあって、はい、作り手が何か見たり聞いたりしてるから、あの要するにジャーナリストじゃない人がやるんで、あの見たり聞いたりしてるんじゃなくて、はい、作り手が要するに同じ立場にある人があの見聞きするっていう、その視点が僕は大事だったりポイントにしたい部分なので、はい、それができるといいなと思うと、だから見たり聞いたりする人が要するに僕ではなくても作り手でないといけないわけなんです、はい、でもそういう風にしようと思うと、あの喋れる絵描き少ないぞまあ大概喋らんで絵を描いとるっていうのがあるね。そうそう、ミュージシャンだって楽器持ってなかったら喋んないんだもん、うん、てか、うん、ほら喋ることで表現をしないから絵を描いたり歌を歌うわけやんか、うん、ね、喋れたらみんな喋ってる。役者は台本ないとまた喋れないしさ、なかなか難しいなという事態がやってくるので、はい、ってなったら腹決めて自分で喋るしかないってなると、はい、じゃあカメラどうすべってなるわけで、はい、うん、これなかなかね簡単なことでね難しいことさ、はい、うん、いやまあそれはね、まあ、結果的には、まあ、カメラはこれどうしよう、終わっていい、カメラは一人いるっていうことが僕の中で結論ですね。結論としてあるわけ。先週から続いた結論、結論としてカメラは誰か他にいるっていう、うん、俺ねちょっと今は、はい、一番僕の中でそれは問題ですよ、うん、銃社会よりも、はい、解決したけど問題やね。銃社会よりも今僕の中では個人的に問題ですよ、はい、ファーストフードのあの要するに食べ過ぎと、あとその肥満、はい、まあ、アメリカですけど、はい、人間の肥満、はい、現代人の肥満についての問題よりも僕の中ではカメラマンがもう一人いるっていうのが問題です、うん、あ、そうそう、あの肥満の、ね、定義って時代によって変わるんだよ。あ、そうなの、うん、あ、どうだっけな、肥満ってねそう簡単になれないんじゃなかったかな。あ、ね、そう簡単になれないというかね、あの 昔の肥満の基準の数字と今の肥満の基準の数字は違うの、うん、今の方が昔太りすぎですよっていうのが今は、やや肥満ぐらいになってるの、うんうん、それはなぜですか。それは簡単なこと、母集団は中心に置かなきゃいけないから、うん、母集団じゃねえや、標準を中心に置かなきゃいけないから、うん、圧倒的なデブばっかりいたら、うん、そのデブの中の中心を選ぶしかないじゃん。要するにブーデーが多くなったからしょうがねえから、うん、ブーデーも普通に入れてるってこと、うん、そう、あ、なんやっていうのがダメじゃねえかだから肥満なんでそんなさ相対値をそんな時にさ相対値を持ち出すの。あ、でもどうにもならないんだって。ふーん、そのじゃあ、そんなどうにもならんことないやんか。もう、どうにもならないって言ってるさ、そいつからまず痩せていかない感じじゃないの。もうちょっとさ、なんか体鍛えるとかさ、うん、体脂肪を減らす努力をするとかさ、もう、そいつからなんとかしないからね、個人的な理由じゃないですか。そうそう。なんやけど、うん、なんやけど、あまりにも、こう、過度な肥満の人が多いもんで、うん、その人を、こう、うん、病的だっていうような、何こう、発表してしまうと、うん、社会的な、圧力がかかってしまうでしょ、その人に、うん、それはまずいから。え、じゃあなんや、いいやないか、横綱は2場所でおかしになるかもしれんけどさみんな白い部屋の中で1ヶ月訓練すら大丈夫やさ。そう、うん、だから太るなら覚悟するよとか思うんやけど、うん、太るなら白い部屋に1ヶ月や、うん、ね、とか思うんやけど、そういうのでずれてると、うん、だって、うんうん、で実際に日本とアメリカ のデブの基準って言ったりかな、うん、肥満の基準も違うし、うん、変わってるんですよ、うん、
ちっともその、そう解決してないじゃんか。何を解決してない。ブーデーになっとるだけじゃないの。だから世界何全体的にデブにシフトしてるだけなんやけど。うん。こんだけのことじゃん。うん、俺もみんなしてスーパーサイズ、また先週のままやんか。何にも変わってへんやんか。そうそうそう。あ、でもね、そうそう、先週と変わってんで思い出したんやけどね。これさ、なんでさ、スーパーサイズミーを撮った人はさ、マイケル・ムーアにインタビューしなかったんやろな。不思議よね。マイケル・ムーア太ってんだよ。ブーデーなんだよ。そうそうそう。うん、で同じドキュメント撮ってるやんか。ドキュメンタリー。あなたはどうですかって。どうですかっていう。ね。ちょっとした方がよかったよな。あ、ほんでね、うん、この、銃社会なんですよ、はい。で、どっちもね、そう、スーパーサイズミーの時もそうなんだけど、コロンバインも、はい、銃の、あ、なんだっけな、銃の所持率が高いんだっけな。うん、高いよ。うん。とにかくね、もともとコロンバイン自体が、要は、単純に、その、急に銃の乱射事件が起きるとかっていうんじゃなくて、要は、予備動作の大きいとこだったんだってね。もともとその所持率は多いし、うん、持ち込みも多いし、うん、それからあの細かいトラブルはやはり多かったとこやから、うん、要は地震で言ったら余震がずっと続いてて、うん、いつ来るかっていうような感じではあったみたいよ、うん、だからといってあのいやあれはねっていうのはあるけど、うん、で結局のところあのほらスーパーサイズミーの時は落としどころがあったじゃんね、はい、で今回の場合は話っていうかテーマが大きすぎるんで、はい、落としどころがないっていうか落としようがないわけですよ。落としようがないね、うん、あのこれでオチを作るとあの社会を変えないかんくなってるからね、うん、で映画作ってる場合じゃなくなるのね、はい、で、うん、いやいやもっとやることあるでしょっていう話になるじゃない、うん、あのもっと社会的なアクションを起こすべきであって、うん、その映画を作って啓発するとかっていうそんな何のんびりしたことなんかやってられない話になるわけじゃん、うん、もっと緊急やでね、うん、どっちかというと この銃をなくすために銃でなんとかしなくてはっていうぐらいそのめちゃくちゃな事態が、うん、にしなくてはならないぐらい早急なことであり、はい、もっと実力行使をすべきことやんやったらあかんけど、うん、でもそれぐらいなことなんだけど、うん、になってしまうので、ここでは落としどころがすごく曖昧なの、うんだから今回これは僕はあの銃社会に対するこの嘆かわしさを、自分の中で嘆かわしいなと思うために見てるんじゃなくてドキュメンタリーの勉強のために見ておるわけですから、はい、落としどころがないのをどう落とすかっていうところだね。そう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 。それをどうするかっていうところを見てるわけですか。で落としどころを今回はすごくぼかしてます、はい、で大きな話の時はいかにぼかすかってことですね。うまいぼかし具合がないとこう本当にちんぷんかんぷんなまま終わってもらうわけよね。そう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 、うん、なるほどね。だからこの問題は大きすぎてなんていうのこう止められませんよ。あ一応あることはあるのよ。スーパーマーケーマートで、はい、要するにケーマートで玉買ってるんで、はい、でケーマートで玉売るのやめてくださいっていうのをアクションを動かして起こして K マートから玉の販売を やめさすっていうことに成功は成功はしてるの。確かにねこのボーリングホークロバインとかのこの事件があった後に、うん、あの銃の所持率ってねやや下がり傾向になったはず、うん、あの銃を持つから、うん、あの使うでしょっていうのがあって、うんうんいやいやその銃を持つっていうことに対してアメリカの社会の中でノーという人が増えたりっていうきっかけには確かになってるんやけどね、うん、今なってるん で何もないわけではないんだけれども、うん、要するに心の中で銃って嘆かわしいです、うん、ダメですで銃をなくあの銃のない社会にしましょうっていう要するにそうやっててだからそうはっきりした主張はっきりした落とし込みをするんじゃなくて、うん、要するにこれはあまりにもあのテーマが大きすぎて、うん、できることはKマートから、ひとまず弾を買えないようにしよう買えないようにしようですごくこれ小さそうに見えるけどすごい大きなことなのね、うんはい、でこの間日常的に武器があるで武器が買えてもうすごい安い値段で買えてしまうっていう事態が、うん、だけでももうすごく小さなことだけどこれだけでもこの映画を撮ってる最中に解決したと、うん、で解決したんだけどもそれより本
当の根本的なところっていうのはテーマが大きすぎて解決できないからできません、うん、だけどそこにはあえて触れないでしょ、うん、だってそこにそこに触れた結果が可視911とか執行とかになっていくわけやんか、うん、でそうそうそう、なんか要はタカ派憎しっていう話しか出ないからさ、触れないから、うん、だから見た人がじゃあ銃の所持を、 考えるようになるっていうわけやから、うんうん、であとだからそこから極端にその制作者が作家が中に入り込みすぎちゃうと、うん、あのプロ市民にな的な活動になってしまうので、うん、それはちょっと避けるべきやと思うから、うん、あのドキュメンタリー映画を撮ってるのであってプロしあの市民活動をしているわけではないので、ここは、うん、あのドキュメンタリー作家とその間違えてはいかんところやから、うん、映画を作ってるんだから、まあね、アジテーションしてるわけじゃない、ね、うん、そう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 、でもちろんその言いたいことやテーマというのはあるんだけれども、それとその市民活動とは違うので、うん、そこは絶対分けなくちゃいけないところやから、うんうん、まあそれをうまくやってる、そうそうそう、そこはうまくやってると思う、うん、その後の他のは知らんよこれとりあえずボーリングホローコンバインに、うん、を作ってる時のマイケル・ムーアさんは、うん、そう、まあ、それをうまいことやってる、うん、その以降は知らんよ、うん、うん、どうかは分からない、ちょっとね、トンチキなことになっとるでね、うんうん、ただちょっと味の締めすぎかなっていう気はする、うんうん、もうちょっと視点は変えた方が、うん、まあ、あのそれでもなんかあの他の人では何目をつけないところっていうの、うん、目をつけなかったり追えないところを追ってるっていうところではあの見るべきものはもちろんあるとは思うけれど、うん、あんまり市民活動的な感じになるっていうのは僕はちょっと違うと思うので、うん、だけどもそういう意味では勉強になりました、はい、ただまた、先週同様、はい、これが直接活かせるか僕の、肥やしに今後の肥やしになるかどうかっていうのはまだ未定です、はい、ね、ね、まあ、ある程度予測は立ってるんやけど、うん、まあ未定やね、一応未定です、はい、ですね、はいはい、もう何とも言い難いものがあります、ね、はい、じゃ あ, 引き続きお知らせ、はい、ちょっと古い話になるんですけど、はい、作りました、いろいろ練習、はい、いろいろ練習してるんですよ、はい、ビデオ、短いビデオを作っているんですけど、はい、この前作ったのからちょっと増えてますよ、ブルース役員とか、ザンとか、あ、ちょっと待ってください、ね、ザンじゃないか、ゴーストブレイとか、ちょっと待ってくださいね、はい、僕は作ったの、なんていうんですか、携帯に入れて見れるようにしてるんですけど、はい、一応デモでこんなの作ってやってみるふうにしてるんですけど、はい、今これ音声だけなんで、あ、音声っていうかネットラジオなんで、はい、映像はないです、ね、映像がない、どうすることもできないんですけど、今ちょっとチラ見をしておるんですが、はい、僕未だにあれなんですよ、液晶モニターで作ってないんですよ、そうですね、うん、でね、これ液晶で見てるんですけど、液晶で見ると間ね2割ぐらいよく見えるね、ですね、うん、良いなって思える事態になってますよ、はい、で何ですか、コツコツ作っておりますよ、はい、でこれもですね、YouTube で見れるように今してんですけど、ね、さすがにね YouTube ちょっと画質が悪いんで、はい、綺麗に見えるやつを、はい、自前のところ で、はい、上げておこうかなと思っております、はい、であとね、最近は音もちょっと自分で作るようになりました、はい、SE なんですけどちょっと頑張ってやっております、はい、あと音楽も次はねとなんか自分で作ろうかなと思ってます、はい、短いんでとなんか頼むのも申し訳ねえっていうのがちょっと理由の一つです、なんていうの、頼むのめんどくせえじゃなくて、はい、まあ、なるだけね自分で作れるようにした方がいいなっていうのと、短いのを頼むのはちょっと申し訳ない、はい、短すぎるんで申し訳ない、ギャラも出ないのに、はい、っていうのがあるんでとそうしております、はい、まあ、なわけでとコツコツ短いやつとか、はい、長いのはね、まあ、時間かかるんでねなかなか作れないんですけど、はい、長いちょっとぐらいは長いのもまた作れるように しようかなと思っております、はい、なわけで何ですか、
また来週。ズンカンクラディオ。